で、はい、バカボンのパパが言うのは、うん、一言ですよ、うん、これでいいのだ、はい、あ、これこれですね、多分ね、多分それが言いたくてバカボンのパパ持ってきたのかなと思ってます。あ、これでいいのだ、はい、これでいいのだって言うと多分、うん、この欲って、うん、なんか自分が何かになろうとしてる、はいはい、わけじゃないですか、うんうん、っていう時点で、うん、多分タオは見えないんですよね、うん、タオの発露がちょこっとしか見えない、欲があると。で多分そこで苦しむ、欲があると、まあ、幻想しか見えないってことですよね、はい、そうですね、うん、だからこう失敗したとか成功したとかしか見えない、はい、うん、でそこしか見えないから失敗すると落ち込むみたいな、はいはいはい、うん、そっか、だとやっぱり、うん、あれなんですね、あの自分を苦しめてるのは自分ですよね、うん、で多分それって全員欲ですよね、欲ですよ、多分いかに質素に暮らしてたとしても、うん、欲ですよね、苦しめてるのは、はい、って思ったわけです、まあ、それはあると思いますよ、これでいいのだって思えないからですもんね、苦しむって話ですね、でこれじゃ良くないっていうところ、うん、最近ね感じているので、はい、いろいろ今いろんなことがいろんなところでうまくいってないんですけど、はい、俺には愛しかないと思った瞬間に、うん、ちょっと今楽なんです、うん、だって俺愛だもんって、うん、だからいろんな本当の愛ですけどね、それはいろんなとこでうまくいってないっていうのも、はい、そこしか見てないよって話ですよ。あ、そう、うん、何かになろう、何かになろうとしてる自分しか見てない、うん、欲の部分の結果しか見てないよ、だからこう失敗ばっかりしてうまくいってないって思うけど、こう物事は全体を見ればもういっぱいそうじゃない、うん、みたいな感じだと思うんですよね、はい、っていうところで、うん、やっぱり隊長と私は、僕ね、この愛の発見、はい、伝わると思ったんですけど、うん、でこれは俺セミナーできるじゃんと思ったんですよ、愛の発見と、あ、まあ、愛の発見は愛の発見だとして、はい、僕はここに繋がらないみたいな感じですよ、あ、愛の話がここに全くリンクしない、全くではないかもしれないけど、はい、全く別の話みたいな、あ、そうですか、はい、要はこの先ほど私が申し上げたこの愛の話も、うん、なんて言うんだろう、だ僕のこの解釈はなんか普通だと思ってるけど、はい、それは普通じゃないよ、だし普通じゃないと思ってても、まあ、普通だと言えるものはまあ普通じゃないよって話じゃないですか、それはこうなんか価値観が変わったりすればまた逆のこともあるし、なんかいろんな時代も変わればまた違ったりもするし、だからそれを見てなんか失敗してるみたいな言っても、そんなのは別に失敗してるってあなたが思ってるだけだよって話じゃないですか、そこまで読みました、これで、それ、そういう意味として読みましたっていう話として読みましたって感じです、なるほど、はい、そこが何て言うんだろう、これを読んで、うん、そこまで思った、これを読んで、まあ、むしろそこしか思ってないみたいな感じですよ、愛とかはだから全然思ってなくて、はい、愛まで行くんだって僕は逆に思いましたよという解釈、はい、だとやっぱり、うん、この一章一巻一章だけでも、はい、それぞれ見た人が自由に解釈できるのかなと、うん、そっちのがなんかその老子を味わってる価値があるんじゃないって、うん、人の解釈こうやってこれ書いてあるんですよって言われるよりも、うんうん、老子さんも、うん、この文って、うん、書物が残ってるわけじゃなくて、うん、口語なんでだ、はいはい、伝承なんですよね、うん、あのとても賢い人がこの国戦争ばっかり起きるからもう出ますっていう時に、うん、ちょっと待ってちょっと待って、うん、あなたの教えを何か残してって言われた時に言ったっていうことが残されたもの、うん、でこれはまあ実在しないみたいな可能性が結構高い、ね、分からない、分からない、分からない、ただ司馬遷の史記の中には出てくるが実在したかどうかっていうのは分からない、うん、だとすると、はい、この言葉自体はこう後の世の人がこれいい言葉だよねって残ってった言葉ってことじゃないですか、まあ司馬遷が残したもの、うん、なんで、まあ、司馬遷が残したとしても、はい、世の人が何も思わなかったら残ってなかったって話ですよね、はい、ここまで語り継がれてない、語り継がれてない、日本にも届いてないから多分多くの人に響いた言葉なんだと思うんですよ、はい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 、はい、で、うん、それを
いろんな解釈で味わえるといいなっていうので、うん、この老子シリーズ、はい、いかがでしょうか。はい、あ、ピーちゃんごきげんよう。ごきげんよう。人の欲は常に存在するから、叶えばまた新たに生まれるものと思うので、欲が全て叶うことはないかなと感じると、うん、タオは北京読み、道教の道と、あるがままに暮らすべきだの思想、だとそういう話ですよね、老子。まあ一言で言うと、そうで、この、はい、バカボンのパパとルーム老子でも、うんうん、ノーアルタカは詰め隠せって言うんですよね、うんうん、出すなと、うんうんうん、目立とうとするなみたいな、うんうん、でただ自分の中では、これなんか上善水が如しでしたっけ、はいはいはい、老子って、はい、この本で書かれているものとしては、はい、世の中には水より弱くてしなやかなものはないが、水は最も硬いものを破壊することができる。世の中には水に勝るものはない。というのは、水が万物よりもしなやかで弱いからだ。弱いものが強いものに勝ち、しなやかなものが硬いものに勝つことはよく知られている。だがそれを誰も認めない、とあって、この辺がスッと入ってこないので、はい、ちょっとずつ味わっていければなと思ってます、はい、うん、多分スッと入ってこないので、いろんな解釈、いろんな解釈というか、いろんな人が説明してるのだとは思うんですけどね。100分で名著、僕によるじゃなくて皆さんによる解釈をしませんかっていう意図です、はい、うん、そっか、なんか僕は愛で飯、愛でいけるじゃんっていうのがあったんですけど、まあこれも欲なんですよ。そう、愛でいきたいっていう欲。違う、なんかね、まあ、ここはじゃあ別の、はい、別のタームで、はい、いや、まあ個人事業主になりました、はい、で何かこの、うん、教える側で何か人に伝える側で飯を食っていこう、はい、ですると、うん、この自分のこれがチャリンチャリンマニーに変えるわけですよ、ね、はいはい、これっていいのって思うわけですよ。いいのというと、だってさ、欲を捨てろって言うんですよ、はい、欲を捨てろって教えるのを、うん、にお金取るのって思いません、はい、欲を捨てろって言ってるんですよ、うんうん、欲を捨てろってで、あなたはこのお金を払えって言いますかってなりませんっていうのがあって、はい、うん、でそのマネーの虎を見るじゃないですか、はい、そうするとなんかそのある先生がね、うん、僕はこれをなんかその1万円で売ろうと思ってるんです、うん、みたいなことを言ってる時に、はい、はーって虎がね、うん、お前は人の人生変えるよって言っといて、うん、1万円なのかと、うん、1万円って言われると、うん、お前それは誰も来ねえよと、うん、その人の人生を変える、うん、だったらお前100万取れよこれでって、うん、100万取るって言えば100万のやつが来るよって、うん、っていうのを見ていて、うん、何が正解なんだとそれは目的が違いますからね。どうぞ教えて、僕に教えて。まあ要は金を稼ぐ方法の話じゃないですか、マネーの虎が言うやつは。はい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 。でそれをまあ100万円なのか1万円なのか、はい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 、どっちが効率的かって話をしてる、はい、うん、でも要は君の人生を変えるよって言うわけですよ、はい、でもなんかじゃあでもこう500円で場所代500円で、はいはい、誰が来るかなって言ってマネの虎を見ると、うん、100万取れよ来るよって言うと、うん、100万でもこれ欲だよなって、そこの、ま、欲は持っちゃいけないんだよって、その話とマネの虎の話と一緒じゃないですもん。一緒じゃないんだ、混ぜたら危険なんだこれは。混ぜたら、まあ、要は金を稼ぐ方法の話をマネの虎はして、まあ、金なんか稼がなくていいって派ですよ。ですよ、これでいいのだあなたは今のままでいいんですっていうのを100万出せとは言えんなと思うわけです。でその100万出せ、そう、売るものによりますけど、はいはいはい、でまあ僕も食っていかなきゃいけないので、はい、お願いしますですよ。そうですよね、はい、